2023年4月6日、ウクライナ軍参謀本部は東部ドンバス地方の戦線の戦況について、バフムート、アウディウカ、マリンカの3つの市とその周辺で最も激しい戦闘が展開されているとしているね。さらにウクライナ軍が現時点においてもバフムートを維持し防衛しながらロシア軍に疲弊を強いる戦いを継続していることを明らかにしているね。数で差がある戦いを戦略で埋めるウクライナの手腕はさすがだね。そうだね。さて今回はドネツク州で最も激しい戦闘が続いていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。軍参謀本部によると、ウクライナ軍は5日から6日にかけての24時間でロシアの攻撃20回以上を撃退し、ロシア軍からミサイル4発と7回の空爆を受けたほか、ウクライナ軍の陣地だけでなく集落の民間インフラに対しても、多連装ロケット砲を10回以上発射していて、さらに6日から7日にかけては、上記のバフムート、アウディウカ、マリンカにドネツク州のリマンも含めて、空爆が18回に5回のミサイル攻撃、53回のドローン攻撃を受けたとしているね。参謀本部はロシア軍は引き続いて、リマン、バフムート、アウディウカ、マリンカの各方面で攻勢を仕掛けることに注力していると述べて、その中でも最も激しい戦いはバフムート、アウディウカ、マリンカで展開されているとする認識を示したよ。ウクライナ軍によると、ロシア軍は昨年から継続しているバフムートの完全制圧を目指して未だに攻勢をかけ続けており、ウクライナ軍はこの地域だけでも約10回にわたって敵の攻撃を撃退したとしているね。ウクライナ軍東部方面部隊のチェレバキ報道官は6日、国営テレビにおいてバフムートの戦況について触れ、依然として敵の攻撃の正面になっていると指摘した上で、バフムート地区の前線では過去1日だけでも、様々な口径の榴弾砲などによる砲撃が302回行われたとしたが、バフムートのロシア軍においては、ロシアの民間軍事会社ワグネルが刑務所の受刑者から兵士を募集して補充された部隊を注ぎ込んだものの、それら兵士の損耗が激しく、正規軍による空挺部隊や自動車狙撃部隊などの部隊を補強することが必要な状況にあるとしたよ。そして、バフムートを守っているウクライナ軍は、着実にロシア軍の戦力を消耗させつつあり、その士気を打ち砕くことに注力しており、ウクライナ軍としては現在国内外で訓練中の予備役の準備が整った際には、ロシア軍を駆逐できるようにしておきたい考えで動いているというね。その一方でアメリカのシンクタンク戦争研究所から発表された4月8日付の戦況分析では、ウクライナにおけるロシア軍の進行ペースが減速しているとして、その原因は砲弾が不足しているためではないかと指摘しているんだ。同研究所によると、ウクライナ軍関係者の間ではロシア側の攻撃が全体として停滞したと評価しているとしていて、東部ドネツク州の激戦地バフムートでも一部で攻撃がわずかに弱まったことを言及しているみたい。このことについてはロシア側がウクライナによって準備している反転攻勢を想定し、ウクライナ軍の分散に注力していると分析したためでと分析しているんだ。ロシア国内の著名な軍事ブロガーたちも、ドネツク州の別の激戦地アウディウカでの攻撃が、ここ1日で速度が落ちたと断言して他の前線においてもロシア軍は前進に苦戦していると強調しているね。戦争研究所の分析では、ロシアは2022年に動員して満足な訓練を受けさせることなく配属した。予備役を多数抱えたことで地上戦における歩兵部隊の戦闘能力が低下したことを補うため、その攻撃力を砲撃に依存していると説明した上で、そのロシア軍では4月か5月にも実施されると見られている。ウクライナ軍による反攻に備えるため、砲弾の供給を制限したとの報告を紹介しており、こうした事情が相まってロシア軍の停滞につながった可能性があるとしているね。無理に進軍を推し進めたことによって、その付けを支払わせる羽目になってるんだよね。ただ、ウクライナ軍参謀本部における9日の戦況分析では、ロシア軍が依然としてバフムートの完全支配を狙って、攻勢をかけ続けており激しい戦闘が続いていることを明らかにしたほか、イギリス国防省も7日、
ロシア軍がバフムート市中心部まで進軍した可能性があるとする分析を発表するなど、西側諸国の間でもバフムートを含むドンバス地方の戦線においては情報がまちまちで正確な情報をつかむことができていないよ。ロシア軍の攻撃は空からも激しさを増しているとされ、6日から7日にかけて地上攻撃が激しかった。リマン、バフムート、アウディウカ、マリンカにおいては、空爆が18回あった他にミサイル攻撃が5回、自爆攻撃型ドローンによる攻撃が53回あったとされたが、7日にはマリンカ近郊において、ソ連区軍の対地支援攻撃機スホイ25をウクライナ軍が撃墜したとする動画が公開されるなど、ウクライナ軍の抵抗もまた続けられていると見られているよ。これらの戦況の下でバフムートを攻め続けてきたロシアの民間軍事会社ワグネルでは、戦闘部隊の兵力が不足しつつあるとの分析を3月29日にイギリス国防省が明らかにしたんだ。イギリス国防省ではワグネルの戦闘部隊では昨年中に刑務所で募集した受刑者兵が、無謀な突撃による戦死者の急増と、契約満了によりこれまでに5000人ほどが刑期を赦免され隊を離れて、ロシア国内に戻っているとされ、バフムートで戦闘を継続している部隊が人員不足に陥っているとしているのであるが、ワグネルはロシア国防省によって刑務所で受刑者を募集する権利を剥奪されていると見られ、そのためワグネルではロシアのメディアなどに求人広告を出して、ロシア国内の平均給与の4倍に当たる報酬を餌として兵士を募集しているというよ。しかし、昨年9月に30万人もの予備役を招集した正規軍もまた、兵員の犠牲を厭わない人海戦術による消耗から、人員不足に悩まされていると見られ、ロシア国防省が契約軍人の募集を始めたよ。ウクライナ侵略戦争が当初の見込みから長期化する中、モスクワ中心部では、兵士を募集するチラシが配られているとされ、ロシア国防省では4月から契約軍人の募集を開始したことを明らかにしていて、この募集においても兵士の月給は最高で日本円にして67万円との高給と、一時金の支給など高待遇が約束されていて、昨年のような動員ではなく、志願兵を募ることで士気の高い兵士を集める狙いがあると見られているね。戦況を理解している人からすれば、いくらお金を積まれても行きたくないだろうけどね。また、ロシアが2014年から一方的に占領して併合しているクリミア半島において、ワグネルとは別の傭兵による民兵部隊が昨年の11月に創設されたとして、フランスのメディアが報じているよ。この民兵組織はクリミア共和国の首長セルゲイ・アクショウノフ氏が主導で設立したとされ、ロシアの独立系メディアによると300名規模で発足した後は隊員数を少しずつ増やしており、部隊にはロシア正規軍の主力戦車である T-80 や T-90 などの最新の戦車が備えられているほか、電子偵察装備などの装備を保有しているとされ、ウクライナ軍がクリミア半島奪還を目指す動きがあれば、ロシア正規軍と呼応して抵抗すると見られているんだ。そのようにロシアが兵力増強を急ぐ中、4月6日にロシアの新聞が昨年秋に部分動員によって招集された、予備役兵士2人が軍事作戦への参加を拒否したとして、昨年12月に懲役3年の判決を受けていたことを報じたね。この2人の兵士は軍務に就くよう求める上官の命令を拒んだために、ウクライナ国境と接する西ベベルゴロド州で身柄を拘束されたとされ、離脱した罪を認め軍務に戻る意思を示しているとされているが、減刑を求める申し立ては却下されたというよ。二人の姿が撮影された動画がテレグラムに投稿され、練兵場と見られる場所で、他の隊員の目前で手錠をかけられ自動車に乗せられる様子が映されていて、前線の兵士の士気低下を恐れる当局による見せしめの拘束との見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。